機関車のトーマスは上機嫌だ。青いボディは眩しく光っているし、帝国通りに走っているし、自然の風景は目を見張るほど美しい。ステップニーは颯爽と自分の視線を走っていた。野原や森を走る路線だが、距離が短いので彼はちょっと物足りない。ラスティがやってきた。スクラップの山からステップニーを救ったディーゼルだ。ここは大好きだけど線路が短くてね、たまには長距離を走ってみたいよ。じゃあ機関士に相談してみたら、きっと分かってくれるよ。機関士は彼の気持ちをよく分かってくれた。実は俺も同じことを感じていたんだよ。夕方、機関士がビッグニュースを持ってきた。おい、大ニュースだぞ。トップハムハット卿の招待で他の機関車たちに会いに行くんだ。支配人も OK だ。思う存分長距離を走れるぞ。本当にどうもありがとう。翌朝、彼らは出発した。その頃、機関車たちはステップニーの噂をしていた。ステップには有名な視線を走ってるんだよ。知ってた？トーマスはちょっと面白くない。そりゃ有名かもしれないけど、ダントツは僕の視線だね。これ有名なお話。トーマスは客車を集めに行った。あれ？あんなに人がいる。どうして集まってんだろう。まだ列車が来てないのに。だがそれはパーシーの勘違いだった。信号が変わり、遠くから汽笛が聞こえてきた。そーら、やってきましたよ。ステップニーが堂々と入場してきた。みんなが喜んで出迎える。トーマスにも、トーマスにも会うといいよ。君らは両方とも素晴らしい視線を走ってるんだから。ステップニーは客車の移動しているダックを手伝いに行った。その日の午後は意外とも楽しく働いた。やっとトーマスが駅に戻った。ごめん、おしゃべりしてられないんだ。これが最終なんだよ。急がなくちゃ。トーマスが見えなくなると駅で大声が上がった。次の瞬間、駅員の指令が飛ぶ。全車両停止。信号所に電話がかかった。緊急ですね。わかりました。トーマスがイライラしている。なんで待ってるの？お客さんが遅れちゃうよ。悪いな、トーマス。廃止線に入って他の列車を通さなきゃならない。じきに耳慣れない音が響いてきた。ヘッドライトをつけたステップニーが汽笛を鳴らしながら猛スピードで走り去っていく。なんだよ、どうなってんだい？トーマスはびっくりした。翌朝、トーマスは腹の虫が収まらない。僕の視線で、それも僕を差し置いて、面目丸つぶれだよ。昨日はごめんなさい。でも緊急だったんだ。緊急？君が出発した後、偉い人が到着してね、彼を乗せる役目をダックが譲ってくれたんだ。最高だったけど、でもこう言いたいんだろう。慣れない線路を走るのは緊張するって。そう、その通りだよ。さすがだね。これでトーマスの気分も良くなった。さっきの不機嫌はどこやら、トーマスは早速視線の話を始めた。